ラモンカルデロン・ホセ・ラモンカルデロン・ラモスは、スペイン・パレンシア出身の弁護士。1979年により、レアル・マドリードのソシオであり、2006年から2009年まで、レアル・マドリードの会長を務めた。1975年に、ナバーラ大学法学部を卒業。その後、マドリードで弁護士事務所を構えた。2002年に、レアル・マドリードの重役メンバーとなったほか、 レアルマドリード・バロンセスとの責任者も務めた。2006年に、レアルマドリードの会長選に立候補。8344票を獲得して8098票の、フアン・パラシオスを僅差で下し、会長となった。その後、元選手である、プレドラグミアトビッチを、スポーツディレクターとし、かつてレアルマドリードを率いて、リーガ優勝を果たしたファビオ・カペットを監督に、招聘した。 カルデロンは、セスク・ファブレガス、アリエン、ロッペン、カカの獲得を公約としていたが、結果的に加入したのはロッペンのみであった。2007年1月16日、マドリードの大学で講演を行った際、ロサンゼルス・ギャラクシーへの移籍が決定した、デビット・ベッカムをはじめクラブや選手、ファンらを批判した。その講演は録音されて、スペインのラジオ番組で流され、問題となった。 2009年1月、カルデロンにクラブ総会での不正投票捜査疑惑が浮上。同年1月16日、カルデロンはその責任及び混乱収集のため会長職を辞任した。ありがとうございます。